それではコードを入れていきたいと思います。 Shift Q でコードネームのポップオーバー出せるんですけれども、カーソル出てきたところに例えば C だと C 入れていただいて、まあ、全く同じですね。このままどんどん C C G C のような形で入れていきまして、まあ鍵盤で入れる場合は、まあ、そのまま同じような形ですね。 C だったらまあそのままドミソを C 入れていって、まあ、全く同じでも、まあ、こう複雑な記号も打つのはめんどくさいので、まあ、鍵盤で弾いて入れちゃった方が早いかなという形ですね。まあ、よく使う、まあ、ノンコード NC入れていただくと、まあ、このような形で最後ノンコードも出すことができます。まあ、コードネームこのような形で簡単に入るんですけれども、まあ、今両方のパートにコードネーム入るようになっているのでデフォルトで多分こうなっているんですけれども、まあ、ちょっと上のパートには必要ないかなといった場合ですね、設定モードに切り替えていただいて右クリックすると下にコード記号というのが出てきますので、ここで全てのインストゥルメントに非表示というのを押していただくと、まあ、オーボエのパッドを消すことができますね。まあ、このような形でコード記号を入れることができるんですけれども、まあ、このこうオンコードだったり、まあ、いろいろこうメジャーコードだったりこだわりある方かなり多いと思うんですけども、まあ、コード記号のオプションも細かく分けることができてまして、まあ、こちら上昇のオプションになるんですけれども、まあ、今カスタムで設定しているものなんですね。まあ、どのような設定あるのかといいますと、まあ、バーッと簡単に見ていきますと、まあ、メジャーこのようなマイナーだったらこう、まあ、いろんなパート選べるので自分の好きな外観ですね選んでいただいて、まあ、ディミニッシュだったり、まあ、ハーフディミニッシュオーグメント全部あるんですけれども、まあ、ここでバーッと自分の好きなのを選んでいただくっていう形になるんですけれども、まあ、一括で変更したいよっていう方は、まあ、こちらですね、まあ、例えばジャズスタンダードこのような寄付でやったり、まあ、いろんな形ですね、まあ、例えば音なんとかとか表示させたいなという場合は、まあ、ジャパニーズ選んでいただくと、これを適用しますと、さっきのですね、このような形ですね。まあ、オン B とかいう形でどんどん表示されるようになっていきます。これも、まあ、フォントを変えたいっていう方もかなり多いんですけれども、まあ、コード用のフォントを、まあ、好きなフォントに変えることができるんですけれども、本当適当に分かりやすいところで、まあ、こんな感じでコードのフォントも簡単に変えていくことができます。戻しますね。でコードなんですけれども、まあ、打ち終わった後再生モードに入っていただくと、まあ、このような形ですね、打ち込んだコードも上にこのように反映されている形になります。まあ、このような形ですね。で再生するとコードの音は、まあ、鳴らないんですけれども、コードの音を再生させたいなということも、まあ、もちろん可能で、まあ、ハリオンソニック SE で好きな音を入れていきます。まあ、適当に選びますけれども、まあ、この音でこのスピーカーマークですね、押していただくとコードの音も再生されますよというマークになりますね。このような形ですね。他のパートをミュートするとコードだけ鳴らすっていうこともできます。